こんにちは、RKB 毎日放送アナウンサーの福田Noriko です。ちょっとNoriちゃん、まあ、マコさん、もうまさか、まあ、そう、実は私たちご飯に行ったりする中で一緒にこうやってね、うん、映像に出るのは初めてだよね。初めてですよね。アートアクアリウム展の仕事できるなんて、ね、びっくりです。バリ嬉しい、バリ嬉しい、待っとった私、ね、しかも、うん、今年2016年の第1弾、うん、そして10周年の第1弾が福岡で行われるってすごいですよ ね伊藤福岡で伊藤本当にね前回は見ましたか、うん、見たんです。もう前回 もう鳥肌もどこ見てもあすごいって感動してもう何回も回った。行った？いや行きましたよ、もちろん。どこ見てもこう写真をついつい撮りたくなる、うん、本当に綺麗な空間ですよね。ねえ本当。でも今回は前回よりもさらに新しいものも入ってるし、うん、すごい見たいですよ。見たいだね、うん、ということで、ちょっともう私行っていい？え、もう先にですか？うん、ごめんね。ちょっと本当に、うん、急かもしれないけど、うん、もう私見たくてたまんないから。ごめんね、行ってくれて。わかりました。行ってくれて。行ってらっしゃい。そしたら私はアートアクアリウムのアーティストである木村さんにゆっくりじっくり説明していただきながら見ることにしたいと思います。皆さん最後までぜひ見てくださいね。そうですね、まあ、まず最初にね、お伝えするのは2年前この博多でもやりまして、全く内容が違います。全くですか？全く違います、はい、もう作品はもうほぼブルルニアルしてますし、会場の、ね、空間とかの演出構成そういったものも全然違いますので、まずそこが一番重要で、まあ、あとはですね、この時期ならではの桜と花見とこのアートアクアリウムというですね、この融合ですね。空間の奥に桜の花が描いてあるのもそういった意味合いなんですね。そうですね、あれもちゃんと着物を作る友禅染めで全部作っています。そうなんですか、はい、映像とか照明の演出とかいろいろそういうその最先端なもののテクノロジーも駆使しつつ、その日本のその文化をねミックスして、もう今回は特にその表現をしています。あのシャンデリアは存在感ありますよね。ですね、やっぱあれはもう去年の夏ですか、イタリアのミラノでもアートアクアリウムやってきたんですけど、高い評価をいただきました。江戸桜リウムっていうんですけれども、まあ、あれはまあ、でかいシャンデリアがね、あれ江戸切子を線香で作ってるんですけれども、はい、線香も使ってるんですか、はいはい、でまあ、それの下にですね、桜型のアクアリウムがありまして、色はこうゆっくりゆっくり変わっていくんですけど、まあ、ある一定のその瞬間に全部真っピンクになって、そのいわゆる桜満開のね、状態にまずなります、はい。まあ、そういう中で泳いでいるその金魚もですね、桜に意識とか桜流儀でそういうふうに言うようにですね、桜っていう名前が元々のその種類の名前についているものだけで構成されている、そういう作品です。奥にはまた階段を上がっていくスペースがありますが、はいはい、ここにも演出の一つなんですか？そうですね、ここは僕ら水儀の舞台というエリアになっているんですけれども、もちろん今回の、ね、メインは王ですね、後ろに見えてますけど、はい、まあ、しかも今回はその御殿スペシャルバージョンというね、OoOkuの展示方法の中で一番ゴージャスなタイプで持ってきています。これは今年のね、このアートアクアリウムの、まあ、メインですね、OoOkuという女性たち その世界ですよね、その世界観を表現しています。あ、なるほど、はい、儚くも美しい、そうですね、女性たちの、はいはい、輝き合う姿をそこに詰めたっていう感じですね。はい、なのでここに泳いでる金魚は、はい、血統書がついている龍金を集めてその多くの世界を形成しているわけですよ。はい、という、まあ、そういうそのストーリーをですね考えながら
まあ、今回の多くなんか見ていただけると面白いんじゃないかなと思いますけど、はい、それでは福岡のアクアリウム展これから見る方に、はい、ぜひここは見てくださいというのを教えてください。やっぱりアートアクアリウムっていうのはあの金魚いろいろたくさん種類いますので、それを一匹一匹見て持っていくのも大変面白いんですけれども、一つ一つ作品にちゃんとしたそのストーリーがあるので、まあ、あの会場にもあの展示パネルありますし、ある程度ちょっと見てきていただきながら見ていただくと面白い。で、まあ、あとはやっぱり見るだけではなくて匂い、ね、音、まあ、音も全部この作品に合わせてオリジナルで作ってるのを使ってますので、そういう音であったり、味覚といえばあのナイトアクアリウムになるとそのお酒飲みながらその見ることもできますし、五感を研ぎ澄まして見ていただけると、はい、楽しいと思います。はい、ぜひ見に来てください。初めてです、はい、初めてです。去年してたけどあの来るチャンスがなかったから今日来ました。どうでしたか？いや、すっごい綺麗だったし、 DJ がいるのも面白かったですね。どう？とても綺麗だった。それだけ？それだけです。あ、もう出口近くの黒デメキンが個人的にはすごい好きだったのと、あと入り口の近くにあった風神雷神の扉絵のやつがすごいやっぱり綺麗だった。一気を全部好きです。ART AQUARIUM 初めてです。私は2回目です。そうですね、違うと思います。また新しい感じで面白いです。金魚の大きさにびっくりしました。まず金魚が生えてました。アートアクアリウム、やっぱメイン、いや、もう金魚やなってのはありますね。そういや金魚感がすごいで、疑ってかかったんですよ僕は。大丈夫金魚って、大丈夫って。今日来たらね、素晴らしい。最高、もうこんなに金魚で癒せるのは初めてだ。酒が進む進む。僕たちは2時ぐらいから今日ここに来ようとしてたんですけど、6時から飲めるって聞いたんで、獺祭はね、やっぱ日本酒の中でもね、やっぱエヴァンゲリオンでも登場するぐらいのお酒なんで、ね、やっぱここは圧倒的ですね、やっぱ、うん、他ではちょっと気づけなかったですけど、ここはやっぱ圧倒的でした。Art AQUARIUM. Oh yeah. I mean, you're here in Hakata Station. So, no, Art AQUARIUM. Art AQUARIUM. Yeah, kia ora hajimete. Yeah, aquarium. Yeah, aquarium. Yeah. Ii no hito omoshiroi katta. Ii kaleidoscope. Kaleidoscope. Mannequin kyo. Mannequin kyo. Mannequin kyo. So. Mannequin kyo. Ichiban ii. Ichiban ii. Ichiban omoshiroi katta. Of course, もちろん、ダサイ。ダサイ。一番美味しい。ちょっと甘い。でも、まあ、甘い。あの色、うん、音楽、うん、アルコールも。うん、もちろん。いやー、そう、超楽しい。本当に、なんか、皆さん優しい。たくさん話して。金曜日の一番いいパーティー。Of course, もちろん。Of course. The music is really good. Mm-hmm, Can. Yeah.Yeah, music was really good. Ken was good. Yeah. Ken Kenichi Ken was excellent. The Sikioni Olu, Takusan Tanoshi, Minasan dancing. Lovely. So yeah, we did have a favorite, our favorite fish of the evening. No, this is my favorite. You know, the pug of the sea. He was very cute. Yeah, it was very cute. The cutest. Yeah, the cutest. Yeah. He was our favorite fish. Art Aquarium. そして夜はナイトアクアリウム、週末は DJ も来て、ここでしか飲めないオリジナルカクテル、そして獺祭も飲めるとよ。4月28日のワツシさんを皮切りに、ゴールデンウィーク中は九州サミットが開催されとうとよ。九州サミットっていうのは九州全体の有名な DJ たちがナイトアクアリウムを盛り上げてくれるんだよ。注目のアーティストはこちら。ナイトアクアリウム情報、今後の注目 DJ は4月28日ワツシ、5月6日ブリサ、オープニング DJ には県石井さんが登場。
会場を盛り上げてくれました。ナイトアクアリウムではお酒も販売。ここでしか飲めないオリジナルカクテルや獺祭もあります。ゴールデンウィーク中は九州サミットも開催。ナイトアクアリウムの詳細は公式サイトをチェックしてください。ちなみに私も4月8日 DJ する件遊びに来てね。昼も夜も見どころたっぷりですが、アートアクアリウム主役はもちろんこの子たち。たくさんいる仲間を紹介するよ。まずは和金さん。日本の金魚の歴史の始まり、和金さんが原種に一番近い形だよ。綺麗か。そして桜錦さん。桜の花のように淡い色合い、背びれのない丸い体、可愛らしか。他にもたくさん仲間がいるから会いに来てね。お土産コーナーには CD とか DVD もあるとよ。私のお気に入りはこれ。上品な金魚に赤のワンポイントのストラップ。他にも可愛いのいっぱいあるよ。お土産コーナー、今年もたくさんのグッズがあるよ。中でも今回はこちら。会場でも流れている音楽が家でも楽しめちゃう江戸桜ルネッサンスフィーチャリングアートアクアリウムの CD が出たとよ。お土産コーナーも楽しんでね。アートアクアリウム TV いかがでしたか。最後なんですけど、マコさん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 、作るアートでしょ。だから私が見たそのアートはもう二度と見れないから。私はあの切り子ガラスの切なくなるぐらいこう綺麗な感じが本当に良くて、その下にあるあの桜の中にある桜の名前のついた金魚ですよ。もうあるすごいわ。ポテッとしたのとか ね、可愛いんですよね。もうめっちゃキュンキュンする。何よりもやっぱこう BGM も素敵よ。あー本当この空間に入ると香りもすごくいいし、そうそう、音もいいし、どこにいても癒されますね、うん、かなり刺激があるよね。しかもナイトアクアリウムだとお酒も楽しめるっていうことで。そうとよ、みんな好きやろお酒知っとよ好きやろ、そのお酒片手に美しいものを見て、うん、音楽も鑑賞して、他ではねまずねありえないないからこの空間は。しかも、うん、ここを見終わった後にシティダイニング空手に出ていくでしょ。はいはいはい。たくさんのお店があるじゃないですか。ありますね。あのお店に半券を持っていくとですね、とってもお得なサービスが受けられるんですよ。ダブルでもいいこと、うん、すごい、ぜひ合わせてご利用ください。はい、木村さんも言ってましたけど五感で楽しんでもらいたいアートアクアリウム店になってます。絶対いかんと損倍待っとるよ。アートアクアリウム。